じゃあ行こう。ここ入ってる？はい、あ、入ってます。こんにちは、籠信明です。今回は9月12日に行われた関西サッカーリーグ第13節、 AS ラランジャ京都対オコシアス京都 AC の試合をレポートいたします。全14節で行われる関西サッカーリーグも大詰めです。前日にアルテリーボ和歌山がフルベニルアスカに敗れましたので、オコシアス京都 AC はこの試合に勝てば1試合を残して優勝が決まります。一方の AS ラランジャ京都は3勝3分け5敗の5位です。すでに優勝の可能性はないんですけれども、この京都ダービーでなんとか意地を見せたいところですね。試合は雨が降りしきる J グリーンでキックオフ。優勝がかかったプレッシャーからか、ここまで関西サッカーリーグ首位を走ってきたオコシアス京都 AC がなかなかペースをつかみきれません。健闘を見せる AS ラランジャ京都もいくつかのチャンスを作りながら互角に試合を展開していきます。しかし41分でした。試合がようやく動きます。オコシアス京都 AC の青戸翔選手が先制点を奪取。難しい展開の中でようやくスコアを動かしました。後半も一進一退の展開が続きますが、両チームともに決定機を生かすことはできません。そして時間がどんどん過ぎていき、90分が消化したところで試合が終了しました。0対1で勝利を収めたオコシアス京都 AC が関西サッカーリーグ一部優勝を決めました。じゃあ行こう。はい、入ってます。ここからは選手監督のインタビューをお届けをいたします。まずはオコシアス京都 AC 先制点を決めた青戸翔選手。まずはゴールおめでとうございます。ありがとうございます。非常に重要なゴールでした。感想と振り返りをお願いします。あのゴールは、シュートのこぼれっていうゴールだったんですけど、試合前から狙ってたんで触っただけです。はい。ゴールだけじゃなくて本当前線から起点になるプレーが多かったですけれども、今日は何か特別な、特別な意欲はあったと思いますけれども、はい、どういう気持ちで試合に臨んだんですか？優勝かかった試合だったんで、自分のやっぱ仕事を 100% 以上出そうという気持ちで臨んでました。はい。そして今日はもう J グリーンにサポーターもたくさん来てくださいました。はい。その中で優勝を決めたこの感覚はいかがでしょう？いや本当試合前そこまで今日サポーターの方が来てくれると思ってなかったんで、もう見た時にパワーがぐわってきてよかったです。本当、はい、ありがとうございます。今シーズンこれで12ゴール目、リーグの中でもダントツおそらく得点を取れると思うんですけど、これだけ得点を取れた理由は何ですか？最後は個人のところだと思うんですけど、チームのやっぱ選手がいい選手がいるっていう証拠でもあるので、いいクロスだったりいいスルーパスが来たっていう証拠であって、もう本当自分はただ最後仕留めただけなんで、チームメイトに感謝したいです。ありがとうございます。そして、このあと最終節残っていますし、レジェンド戦とそしてチケツに向けてサポーターにメッセージをお願いできますか？あと1節残ってるんで、チケツの試合はそう簡単ではないと思うんで、もっともっとレベルアップしないと勝てないと思うんで、もっとこの時期レベルアップして、いい形でチケツに臨めたらなと思います。ありがとうございます。それでは続きまして、ミスターオコシアス森谷隆仁選手兼コーチにお話を伺いました。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合の感想をお聞かせください。はい、今日勝てば優勝ということを試合前にみんなで共有できてたんで、1-0 ですけども勝てたことは良かったなというふうに思ってます。
森谷選手兼コーチは昨年ピッチの外から4位という結果を見届けて、そして今年はピッチの中に戻って優勝を見届けました。その感覚はいかがですか？まあ、ピッチの去年は外だったんですけども、中に入って選手とともに一つの目標に向かって全員が一つになれたことは良かったなっていうふうに思ってます。はい。そこがコーチもしている森谷選手から見て昨年と今年の違いですか？そうですね、まあ、より一体となれるように監督とコミュニケーション取れましたし、まだ選手ともコミュニケーション取れたんで、いいつなぎ役になれたかなというふうに思ってます。本当にまだ終わってないですけど素晴らしいシーズンだったと思います。サポーターも今回優勝を見届けることができました、はい、その周りを見ていかがでしたか？はい、今日も遠くまで来ていただいて、でおめでとうという声もいただいて、まだ関西リーグ優勝っていうことだけですので、またここから気を引き締めて頑張っていきたいと思います。はい、そこに向けてでは次のレジェンド戦、さらにチケツに向けて意気込み、サポーターへのメッセージをお願いいたします。はい、関西リーグ最後の最後までしっかり戦っていい終わり方して、またチケツに向けて頑張っていきたいと思います。最後はおこしやす京都 AC 監督を務められて2年目優勝を勝ち取りました滝原直明監督です。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。自身2年目の式で関西リーグ優勝、その感想はいかがでしょうか？はい、まあ、まず昨年は1年目でなかなか結果も出ず、まあ、いろんな方に悔しい思いをさせてしまったというところがからの今年はスタートだったので、まずはこの関西リーグを優勝できたというところはすごく良かったなというふうには思います。まあ、ただまだ自分たちの目標達成のためには一つの通過点なので、もう一度引き締めて次のチケツへの準備をしっかりチームとしてやっていきたいというふうに考えています。電車がなくなったのが昨日発表されました。想定によって1ヶ月半以上公式戦が空くわけですけれども、そこでどういうことに取り組んでいきたいと思いますか？そうですね、まあ、全国社会人大会は、まあ、練習をできるいい機会でもあったのですごく楽しみにしていたんですけど、まあ、このような状況下の中で難しいというのもあるので、まあ、しかし、まあ、ただいい時間ができたので、そこに対してこのチケス、いろんなチームが出てくると思いますので、まあ、自分たちのプレーの幅を広げることであったりとか、まあ、今やっている講習をもう少し連動を高めるというところを、まあ、いい時間として準備していきたいというふうに考えています。今日の優勝の話に行くとですね、サポーターの前で優勝を決めることができました。その感覚はいかがでしたか？はい、まあ、ちょっと試合展開が最後苦しかったので、なかなかこう実感という部分では少なかったんですけども、本当にこういう状況下の中でも本当に足を運んでいただいたサポーターの皆さんの目の前で優勝できたことはすごく感慨深い時間ではありました。次はレジェンド戦まだ残ってます。そしてチケツ残ってます。そこに向けて意気込み、サポーターへのメッセージをお願いいたします。はい、まあ、今日で優勝は決まりましたけど、リーグ残り1節しっかり勝ち点3取って、まあ、リーグ自体は無敗で優勝するというところをまずは達成したいというふうに考えていますし、貴重な公式戦という1試合なので、やっぱ今のチャレンジしている部分であったりとか、まあ、新しく入ってきた選手も多くいますので、まあ、そういったところのチームの完成度というのを高める1試合にしてした中で結果を出したいというふうに考えています。まあ、地域決勝大会は、まあ、しっかり目標達成のためにも勝ち抜く大会なので、まあ、そこまでの期間をチームとして、まあ、特に強度高く連戦になってくるので、まあ、そういった準備をしていきたいというふうに考えています。ありがとうございました。優勝、これで関西サッカーリーグ一部優勝を決めたおこしやす京都 AC、 まだ1試合残っています。9月19日にレイジェンド滋賀との試合です。こちらの方もぜひ注目してください。そして全国社会人サッカー選手権大会が中止とされることが決まったので、そのレイジェンド戦を終えると次の公式戦は11月に行われる地域サッカーチャンピオンズリーグになります。こちらの抽選会も10月の半ばに行われる予定なので、どこの地域に行ってどんなチームと戦うのか、またそれもこの地域サッカーファンの注目どころになるんじゃないですかね。
そして一方の AS ラランジャ京都ですが、こちら関西リーグ最終節は来週なんですけれども、1試合消化が少ないので中止になった関大 FC2008 戦が最終節の後にどこかでスケジューリングされるそうです。ですからエースラランジャ京都が今年このチームで戦う公式戦は最終節と関大 FC 戦の2試合、関西サッカーリーグ2部が12月まで行われることが決まったので、例年行われる KSL カップという冬の大会がなくなります。ですのでこのチームが公式戦を戦うというのはあと2試合、ぜひ皆さんそれも注目してくださいね。よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。加護信明でした。バイバイ。